ハッッピーーラキミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム始まりますはい、皆さんこんばんは金曜日の夜7時になりましたハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム h a n k y u 始まりましたはい皆さんいかがお過ごしでしょうかお盆休みがね終わりましたえー、っとなんかあの 関西の方、西日本の方ですよね。なんかずっと雨みたいで、なんかね、甲子園、野球がなんかすごく、順延、順延で、まあオリンピックがあったから、スタートも遅かったのに、なんか順延、順延で、決勝戦が29日ですかなんか史上最も、まあ、このまま雨が降らなかったらですけどね、もし順延になったらなんか、あのー、私がファンの、あの、プロ野球のですね、阪神タイガースの甲子園開催が31日かなんかで、 えー、それとなんかダブルみたいなね、あと1日2日受験されたらですね、えー、なんかね、あのー、不思議なこと起こってますよね、でこちら東京はね、えー、ちょっとね、先週はグズグズしてましたけど、えー、今週半ばぐらいからようやくちょっとね、晴れてきました、暑くなってきました、はい、今日もすごく残暑が厳しくて32度、3度ありましたね、はい、えー、で、えー、世の中はなんかまたね、 えー、新型コロナウイルス爆発的感染とか言ってますけどね、<laughs> えー、もうその話やめたらって <laughs>、ただね、あのー、私もいろんなところにやっぱりね、お出かけする関係上、実はね、来週の日曜日、また、あのー、伊勢神宮にね、参拝を、えー、するんですけども、<laughs> 伊勢神宮の、まあ、あの内空、内宮下空のですね、このお拝殿、まあ、あの、このね、皆さんがこう、 お,ですね、お願い事をするこの拝、ね、殿、えー、というやつがありますその中川に入れるというので御垣内参拝っていうんですね、はいえー、毎年それを行ってましたがが、えー、5回目6回目になるのかな去年あの新型コロナウイルスで、まあ、あの神楽殿っていうところで、えー、ちょっとその神楽をね大神楽を。 えー、その正式参拝として、まあ、こう巫女さんに踊っていただいてこのガラ楽のね、えー、ガラ楽のこの小とかあの、ね、笛で横笛で、えー、このいわゆる岡倉をですね、えー、奉納するという。で岡倉を奉納するとですね、えーまあ、ある程度のお金まとまって、えー、お支払いするわけですから、あのーまあ、人数によるんですけども。 えー、その金額によって、えー、磨く参拝の、まあ、あ通行証、通行手形がいただけるっていうようなね、仕組みになってるんですけど、残念ながら去年は、岡倉だけ参拝、あの、岡倉だけ報道して、はい、磨く参拝できませんっていうね。<laughs> えー、本当にね、残念な結果に終わってて、今年は、えー、さすがにですね、今のところ、今のところですけども、えー、磨く参拝やってます。はい。やってますんで、<laughs> ところが、なんかね、全国なんかまた緊急事態宣言を増やしたりしても、まあ、伊勢神宮、三重県ですからね、えー、三重県ですから、まあ、あ見えを張ってね、えー、やるんだろうと思うんですけど、<laughs> 新型コロナウイルス関係なくですね、えー、まあ、見えを張ってやっていただきたいなと思うんですけどね、それがまあ来週の日曜日、えー、8月29日、いつもね、 えー、8月の末の日曜日にね、あのその磨き参拝をね、もうこれこれ、ですか今回7回目になりますかね、はいえー、実注しておりまして、いろんなところ行くんですけど、ですからその、ね、なんかね、えー、緊急事態宣言とかいろんなところ出されると困るんですよ、よ夜その、あのねえー、その外泊といいますか、旅行ですけどもね、当然、その、まあ、私のイベントで、えー、せっかくですね、皆さん楽しみにこう、やっぱりね、その 地方に行った時にその地方地方で、えー、夜のですねやっぱり名物料理とか頂い,いてでしっかりお酒も頂い,いてねでも,うもう超盛り上がるりっちゃうんでうれしかいというのを言い方してるんですけどね、えー、もう東京は今、ま、全くできないもう昼からできない状態ですよね、えー、普通のお店でもお酒を出すなというなんか、えー、緑のなんか、ね、ブレザー着たおばちゃんがなんか言ってますもんねはい。 で、先週の日曜日の8月15日お盆の、まあ戦争寺参拝、残念ながらね、えー、その、一生懸命あのお店を探して、もうね、浅草エリアも全滅でしたね。お昼からお酒出すとこなくて。諦めたところに一軒ありました。えー、ね、もんじゃ焼き屋さんで <laughs>、もう何にも表に看板も出さずに、ひっそりと、えー、客寄せもせず、みたいなね。 たくさんの店が閉まってました。浅草界隈ってね、やっぱお昼からね、お酒飲める場所ですよ。怪しい人もいっぱいいますけどね。えー、でもやっぱ下町ですからね、もう下町のその活気がまるでない。浅草寺の人も、あんなにね、お盆にね、人がいない参拝も初めてでした。ねですからね、本当にあの皆さんね、お困りの方もいらっしゃると思うんですけども、知り合いの方とかね、皆さんが。 もしその飲食店されてたら大変だと思うんですけど東京なんかでね、はい、でもやっぱり今こういう状況で日本全国ねはい、えー、いろんなこうニュースが出てなんとなくねまたね、えー、なんとなくこう気持ちがね、えー、こうちに向かってしまうというかね、えー、今日もですから皆さんにあの気持ちで負けないようにしてほしいんです。 ね、あのー、自分の現実っていうのを本当に自分が作ってるんだよということを皆さんに体験していただきたいんで、ハッピーラッキーミラクル大仙人なんですよ。つまり、心の世界の自分の、ね、気持ちがめげないで、ね、積極的な、ね、能動的な前向きな気持ち、ね、それからポジティブな、ね、すごくワクワクしてる気持ち、それからものすごく緩んで幸せな感じ、 ね。こういう、あるいは、すごく、緩んでると、ね。すごく周りに気がついて、いろんな面白いことに気づいていける、ね。面白い、笑える、ね。すごい、すごい、なんか、なんかこう、感動とかね。感激とかねあ。そういうのが積極的な、能動的な、自分から、自分の意志でね。やっぱりそれ、外に向けないと、ね。 えー、自分自身の中に閉じこもってしまうと、ね、えー、どん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 あなたの現実はその、そのあなたの意識に応じて、ね、その内向きな現実ばっかりを拾ってしまう。はい。これがね、意識の法則ですからね。ですから、こんな世の中だけども、何回も言いますけど、ね、実は、ね、皆さんの心がそれにめげずに、ね、 いろんな意味でマスコミが言ってることって100%真理ではないんですよ。これはもうね、戦争があった時代から、もう過去言われてきてるんですけど、70数年ね、終戦70、今年6年か。はい。えー、76年経ったら、もうそのことを覚えてる人いないんですよ、現役世代でね。はい。だから、ね、70、76年以上前も大本営発表って日本を戦争に勝ってるとかね。 えー、たくさんの、ね、えー、戦いで勝利を収めてるとか言うんですけど、だん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 おかしいぞって、ね、どん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 ビーニュクがやってきて、なんかね、東京が焼かれたりね、原爆が落とされたりしたわけですよ。ね、でも国民は一生懸命頑張って、ね、我慢して、ね、えー、本当に勝つまでは、ね、えー、一生懸命やれ、だけどあれ、本当に頑張りすぎたらね、日本全国焼け野原になってたんですよ。 だそういう意味では確かにね、そういう意味では確かに戦争っていうのは本当に最大の人間にとっての不幸ですけどね、はい。えー、お互いの人間同士がね、たったあの人種と国が違うだけで殺し合いをするわけですから、こんな不幸なことはないんですよ。ね人類みんな兄弟なのにね、兄弟なのに、残念ながらそういうね、ことが起こってしまう。 ね、だけど今起こっていることも実際はね、えー、なんかコロナウイルスというようなそのね感染菌というようなウイルスというようなことに名を借りたねある意味あのこのね経済戦争みたいな部分があるわけですよはいですからどうね皆さん引っかからないでくださいね自分の気持ちさえ前向きにねそしてもしコロナ菌というのがあ,っあろうがあろう前が私たち生きてたらね 生きてたらですね、この生きている世界というのは、ね、これは皆さんもご存知のように、ありとあらゆる菌、ありとあらゆるウイルス、ね、これ共存共栄してるんです。ね。え恐れるものではないんです。だって皆さんのお腹の中にはね、善玉悪玉含めて、難聴っていうね、数の、ね、大腸菌がいらっしゃいますよ。ね。 えー、それがないと皆さん生きていけませんよ。腸の中のね、食物を栄養分吸収して、老廃物をね、その、押し出していくっていう、あの働きしてくれませんからね。はい。そういうもんなんです。私たちの生命というのは、そういうウイルスとか菌に生かされてるんですからね。というか、う私たち自身はその存在なんですよ。その塊みたいなもんです。ね。だから、あんまり恐れを抱かないようにしていきましょう。さあ、それで、 本題は今日も行きましょうね今日は、えーね、大仙人のハッピーラッキーミラクルになる開運手相のお話第8回ですすごいもう第8回、ねえー、!6 月から6月からお送りしてますからそうですね第8回になりましたであのー、手相のお話もこれも何回も毎回毎回お話してますけどもちろん開運手相ですから大仙人が今日も 5つの手相をご紹介しますけどね5つプラスおまけ1つね、えー、お話ししますけれどもあったらラッキーですけどねあったらラッキーですけどなく,な,なくても別に問題ないですからねでどういうことかというと、ね、先ほどね私は皆さんの気持ちが前向きにポジティブに積極的に能動的に世の中を捉えていくんだと。 いうことが自分の人生を作っていくんですよっていうことをお話してますよね。ということは、その皆さんの人生はもし右手の方だったら、そういう皆さんの意思と選択の結果が右手に出てきます。で、生まれつきの潜在的な才能とか可能性みたいなものが左手に現れてきます。これは右利きの人は、ね、右手が自分のこの ね、いろんなことを現実をいろいろこうね、右手でね、字を書いたり、いろいろ右手でね、ご飯食べたりとしてるじゃないですかね。はい。ですから左手というのがね、ほとんど使ってないわけですから、利き手じゃない方、うん、どちらかというと、与えられた潜在的な、ね、親からあるいは先祖からの潜在的な能力だったり、才能だったりするわけ。だけど、こっちは自分で作っていったよ。だけど、ギッチョの人はね、レフトハンド、 の人はははえー、左手が利き手ですから逆になるという説もあります。私はね、右脳説、左脳説であそれ当たってるなというふうに思うのでだって右手は左の脳とつながってるのが左の脳は論理的思考とか、ね、いろんな現実を解決するいろんな感情とかそういうものを使って自分が問題をね 解決していくっていうのと右手がつながってるんですね。で右脳というやつはちょ皆さんの直感とかね、ものすごくそのいい意味での感情の方ね、いい意味での問題を解決するときにいろいろね、あどうしようっていう感情じゃなくて、嬉しい、楽しい、幸せ、ハッピー、ラッキー、ミラクル、そういうことを感じるのが右脳ですよね。ですから右脳は皆さんのそういう無限のね、感じる能力、感じ取れる能力が もともと持っているものが刻まれていると考えていただいたらすごくスッキリしますよね。はい。ということで、今日も行きましょう。ね。な、あったらラッキー、ハッピー、ミラクルですけど、ね。なくても大丈夫。これからの皆さんの前向きな、ね、気持ちで、そういう手相に変わっていくよ。特に右手がね、右利きの人ね。というふうになりますから、よろしくお願いします。さあ、それで、 今日は、えー、前回はね、えー、金運の話を久々にしましたんで、今日はね、やっぱりね、あのね、いろんなパターンで、やっぱり成功していくって、やっぱりね、人からの応援だったり、人からの支援だったり、ね、それから自分自身に対する支援もあるんですよ。自分自身を応援していく。ね、めげないっていうのそうじゃないですか。めげるっていうのは、ね、 自分の心があなたの行動を動かしているのに、その司令塔の心がめげちゃったら、あなたというものをつないでいる愛だとか、ね、感謝だとか、えー、それから喜びだとかいう、本当のあなたがいらっしゃるわけです。魂的なね。そのあなたは、心の世界のあなたの指図を見てるんですよ。そして、どの方向に私を導いてくれるのっていう、 命そのものなわけですからね。その命そのものが、ね、心、あなたの心に頼っているのに、あなたの心がめげたりすると、ね、消極的になって、ね、恐れたり、悲しんだり、ね、悩んだり、不安になったり、心配になったりすると、どういうふうに命を表現していいかわかんなくなるじゃないですか。わかりますね。ですから、ね、終始終始、自分が本当にちゃんと、能動的に、ね、積極的に、 プラスに前向きに考えられてるかチェックしてくださいね。というわけで、まず最初、皆さん誰にでもこれはあると思います。1番目、持たれる人の手相を1番目、生命線いきましょうね。生命線は人差し指と親指の間からこう描いて、えーね、この手首の真ん中方面に向かって、ね、伸びていく線です。はい、これ生命線ありますね、皆さんね。 もちろんあると思います。さあ、それで、モテる人はどういう人かね。モテる人はどういう人かというと、これ、ズバリ言いましょうね。この生命線が、このう、太く、長き、長いというのは、あの、前回お話ししました。すごくタフな人で。 あの、結構ね、性欲強い人なんですけど、大事にも長くてね、太いんですけど、<laughs> 性欲ね。別にね、悪い話じゃないじゃないですか。それ、性欲強い,っていうのはね、すごい、あの、男にとっても勲章だし、女性にとってもね、すごい色っけっていう話になるわけですよ。ね。だけども、あの、それがね、モテるかどうかというのはちょっとまた別問題でしょね。それがすぐモテるかどうかっていうふうに直結しない。モテるかどうかというのは、こっちです。二重生命線、三重生命線です。 ご自身の生命線の内側に太く濃い一本の生命線があると思うんですけど、その内側に薄くてもいいんで、薄くてもいいんで、この生命線に沿って二本目、三本目があるかどうかチェックしてください。薄くてもいいです。はい。大抵の人はね、この付け根寄りの方、 付け根寄りの方ね、こっちの方は若い時を表しているので、若い時元気だったらね、すごくこの線、二重生命線で、あの、スポーツやってる人とかね、スポーツ選手とか二重生命線、三重生命線がザラにあります。はい。見てくださいね。で、なぜこれ持てるかというと、今正解言いました。はい。運動神経がいいんです。タフで運動神経がいいっていことなんです。 ね。ど、あの、才能の一つですよね。運動神経がいいっていうのもね。えー、もちろん、あのー、ね、運動神経が、ね、なくても、他の才能で持てるというのがね、これから紹介しますから。だけども、皆さんが持っている、今、肉体という資本でね、その才能が一番現れてるのが、二重感情戦、三重感情戦なんです。あの、大戦には、ね、えー、 2本目が結構割と濃く、えー、出てます。で薄く三重生命線になっておりますのでわかりますかねはい、えー。なっております。えー、まあ,あの、スポーツ選手層、運動神経、あのね、えー、実は今度あのー、 23日の月曜日に滋賀県私の生まれ故郷の滋賀県なんですけどずっと紹介してましたカツ通貨のビジネスのいよいよあれが本当にものになってきまして、えー、私が所属している、まあ、実は名古屋の支社なんですけどね主催でゴルフコンペがあるんですゴルフコンペがありまして、えー、ゴルフコンペにですね参加するために最近あの一生懸命ですね えー、ゴルフの練習行ってますよという話もここでねお話してたと思うんですけどねはい結構ゴルフうまいんですよ大西にねそれからボウリングもうまいですね、うん、でもね中高の時はね卓球部だったんですで昔ね卓球部ってね暗いスポーツと思われてましてね、えー、あんまりモテないあの部類のね えー、部,活部活動、クラブ活動の典型だったんですけどあのこの前の、ね、東京オリンピックなんかでも、ね、金メダル取ってくれたりして嬉しいんですけど本当にね、あのー、そういうイメージなくなりましたね、卓球もね。ただ、ね、中国選手がねなんか暗いですよね、相変わらずね。<laughs> そういうイメージがついても、中国が強いですからね、はいまあ、それはちょっと余談でした。はい さあ、それでは行きましょう。モテるテスト、2番目行きますね。ああ、私、今、二重生命線、三重生命線なかったとしても大丈夫、大丈夫、大丈夫ね。次、基本三線のうちの、知能線行きましょうね。大線には変形、あの、マス掛け線で変形の知能線がこういうふうに出てるんですけど、普通の方は、これもね、私も、あの、左手の方がですね、マス掛け線になってまして、えー、この、人差し指と親指、 ね、手の中央にあの、えー、手のひらの下部に向かってこういう風に流れていく線が生命線でしたねそうじゃなくて今度はこの手のひらを中央を横切っていく線人差し指と親指の真ん中から手のひらの中央を横切っていく線これが知能線です知能線で知能線よく皆さんねあの勘違いされるんですけど頭が知能線が あって長いいいと頭がいいんでしょうかって思われる人多いんですけどちょっと違うんです。あのこれもね知能線ってどういう意味かというと知能線の流れている方向があなたの思考はどこの方面に向いてますかというのを表してます。で知能線の長さが長さが考える能力なんです。考える能力ですからこれね分かりますか皆さん 考える、大仙人の知能線めちゃくちゃ長いんですけど、こっちは、あの、マスカゲ線の補助線で、この月の丘、月給まで届いている知能線ね。これね、芸術家肌の知能線と言い,いまして、ね、マスカゲは超現実。だから、大仙人株式投資塾とかやってますでしょね。あの、マスカゲ線というのはリアルビジネスにすんごく強い手そうなんですけど、 それと一方で二重知能線になっててこういう風に月球の下まで分かりますかねはい伸びている知能線なんですねこんな下まで来てますこんな下までこの辺まで来てます大泉寺のねはいこれはあのスピここねスピリチュアルの丘なのでスピリチュアル能力を表してるんですよだから。 考える力というよりもイマジネーションの方なんですね。もうここまでいくと。で、皆さんの,あの知能線どうですか知能線ね。はい。えー、大体普通の人は中間あたり、ね、まっすぐ横に行ってたら、すっごい現実、ビジネスライクな人。えー、あんまりね、スピリチュアル、興味ない人。ね。えー、大仙にはだから二重人格なわけですよ。そういうビジネスライクな人とこんなに下がってね。 超,超もうスピリチュアルな線とか両方あるってことなんですけどあのに、だから大仙人が二重人格で持てる意味じゃなくて、知能線が先を見てください。知能線の先、先端が、ね、あの視線がある人。ちょっと見てくださいね。よく見てください、皆さんね。薄いかもしれないんで、よく見てください。太く、あの、 重なるように視線が入ってて、繋がってない人もいます。えー、大内に両方とも薄いんですけども、このね、こっちは知能線の視線ですけど、こういうふうに3本、4本に枝分かれしてます。こっちも1本、2本、3本、4本枝分かれしてます。はい。でね、これ何を表してるかというと、これが、すいません、頭の良さなんです。わ <laughs> かりますかあのね、 知能線の長さは考える力ですから考えすぎて迷うっていうパターンもあるんですよわかりますねあんまり長いと、まあ、普通の人はねずっとこう来てこの月の丘の月給この辺の真ん中辺に向かってる人が多いと思いますバランス取れてる人ねはいあんまり下へ向かってるとスピ,スピリチュアル系ですまっすぐ横に行ってると超リアルね えめちゃめちゃビジネスライクなことが得意な人なんですけど、大体いい真ん中行ってると思うんですね。だからバランス取れてる人が日本人は多いんですけど、先端が、先端が、まあ、最低2つでもですね、枝分かれしてたら同時に2つのことをできますよということなんです。わかりますよね言ってる意味ね。<laughs> 同じ、ね。 知能,知能、で知能頭を使って同時に2つのことを処理できますということなんです。だから僕は大聖に4つあるんで4つ同時並行で、だって今やってるじゃないですか。ね、投資塾、スピリチュアルな仕事、ね、それから仮想通貨も紹介しましたね。それから、あのー、水素のエネルギーの,この紹介の、ね、代理店さんになってくださいねというのをやってます。今リアルに4つやってるわけです。はい ね。ど、同時に四つのことをこなしているという意味になるわけです。はい。で、そういうことを平気で、平気でね、二つのことを平行で同時にできるという才能があるということですよ。知能線は才能ですからね。生かしてくださいね。左手にあったら、や、なおいいです。もともと持ってる、右手になくても左手にあったら、才能があるんだから、それ使わないとダメですよ。だけども、三つ目、モテる世相の三つ目、あなたの才能ね。 表す手相3つ目がこれが運命線です運命線ね運命線はだいたいこの中指に向かう縦線どこから出発してもいいです、えー、どこから出発してもいいです中指に向かう大仙人はこのね、えー、前も言いましたけどこのね小流、えー、線と言いましてこのまっすぐ真ん中にもうこの手のひらのですねこの ね、地球と言われる一番下のところからからこういうふうにまっすぐ、えー、中指に向かっております。こういうふうにね一本ねズバーンって通ってたら、これ天下筋って言いましてもう自分のやることに迷いがないんですね。運命線というのはなぜ刻まれるかというと自分に対する応援なんです。 自分に対する応援ね。ここいいですか？自分で自分をすごくね。おお俺イケてんじゃんって満足している人に運命線が濃く刻まれていきます。だから私ね。昔ね、十数年前にあの上野で飲んでた時になんかね。不良者みたいな人なんですよ。あの日雇いの人って言うんですかね？はい。 えちょっとね、えー、すごいもうテカテカのもう真っ黒なねテカテカの肌ででちょっと安い店だったんでね隣に座ってって手相の話したからそのおじさんがね俺も見てくれっつって <laughs> あいいですよって見たらねものすごい運命線ズバンって分 <laughs> かりますねだから成功不成功ってじ自分の評価ですよ他人の評価にね えー、釣られないでくださいだって自分が幸せだったらいいじゃないですか。だからそのおじさんは自分が本当に日雇いで毎日毎日ね元気に仕事していることにずっと満足してたんだなこの人10代の人からみたいなあの。運命線の下からこれ10代表してまして0歳からねこの起点が地,地球なんですけどで大体このね、えー、知能線との交点が35歳。 そしてこの一番上に基本三線で小指の側面からずっとね人差し指辺りに向かって上がってる線が感情線でしたよね。でこの運命線がこの感情線に交わってるところが大体55歳と言われてます。だからもしこの今ね私の大潜人のこのハッピーラッキーミラクルダ見ていただいて35歳以降の人でこの知能線から上に運命線がビッて出てたら。 グーですグー, <laughs> グー <laughs> とっても自分に対して自分を応援できてるんでこれはモテる秘訣のまず一番最初ですそうですよね自分に自信が持てなくて自分に幸福感を持てない人には運命性ないんで <laughs> 迷ってるということなんですよでも大丈夫です55歳から上になっててもいいんです そしたら晩年ですよね55歳55歳以降ねすごい満足した人生になりますよっていうことです。もちろんずっとこうやってまっすぐね行ってたらいいんですけどね運命線はいろんな種類がありまして今日は本当にモテる手相ということで人から応援していただける手相ということですね。えっ、ー、とね自分自身をすごくねあのー、ねあげ上げにできる というのをちょっと番外編でねお知らせしときますと生命線から中指に向かっている線ありませんかはい自力運命線と言います自力運命線はいありますか <laughs> なくても大丈夫短い短いまだね本当にピッってね 5mm ぐらいピッって出てる場合もありますからよく見てくださいねそれで自分が自分の仕事にすごく打ち込んでそれで自分でね もうねあのさっき言ったように大声人が言ったように自分のマインドがそこにもうね全力投球ねだけどね好きなことだから全力投球だったら苦にならないでしょそういう人にこの自力運命線開運線とも言いますけど現れてきますから大丈夫ですはいで、えー、まあ、これも留年法って言いましてだだいいいいたたですね、えー、この親指あの人差し指の太さ人差し指の太さで測っていただいてこのね あの生命線の長さを測っていくと、人差し指のご自分の太さ指の太さが20歳を表します。あとだから20歳ずつ下っていきます。で一番下が今は100歳という風にカウントします。大体ね100歳以上のね、手首のどこまでずっとね、このわかりますここ。ここまで生命線あるんですよ。<laughs> この辺までがだいたい100歳なんですけど、この地球っていうところですね、はい。それを超えて超ってぐるって ってぐるってぐるってぐるってこうね。あります、えー、長寿の人なんですけど、あのまあそれは番外編なんですけど、自力海運線ね。自力生命線は会員運線ですけど、もっとすごい。運命線が。この月の丘ね。これ前も一回紹介したと思うんですけどね。月の丘はい。よく見てくださいね。大仙人のこのね。不思議な手相ね。はい。あの <laughs>。 ずるいよね大前にね大にこれ地能線ででもあるんです知能線がこっち枝分かれしてこれがねあのこういう風にこここ,ここねちょっと見にくいんですけどこのね私のズバーンと真ん中をりな貫いてるやつあの頭能線と並行してここからねこういう風に運命線がここに合流して上に行ってるんですこっちもそうなってるんです。 知能線こんなに長いんですけどこの知能線の横に横にですね平行にちょ,ちょっと薄いんですけど流れててそれでこのズバーンという運命線と途中で合流る。だから途中で合流してても構いませんこれはあの援助線ねサポート線もしくはね前も言いましたねえ他力運命線と言いいましてえここに合流している線が多ければ多いほど 人からの援助を受けて人からの援助ってねもちろんね男性の意味もありますし女性の意味、えー、もちろん異性という意味ですよね女性から見たら男性男性ですから結婚という意味もあるんですよこれね女性でしたら、えー、すごいねその開運している人からのね支援をもらって開運するという開運性なんですよだ男性の場合あの男性の場合も 独立開業とか結婚とかという場合もあります。どうでしょう、スタッフさん、分かんない？<laughs> あるかもしれないね。後で見てあげ見てあげたいと思います。はい、これが三つ目のモテ相でした。さあ、えー、もう一つの基本的なモテるところを見るっていうのが基本線の、えー、感情線です。 大にマスカケなんでね二重感情線なんて分かりにくいんだけどこういうふうに小指の下、ね、側面から、えー、中指人差し指方向に上昇していく線これが感情線ですね感情線大事にねマスカケだけど二重感情線なんでね感情、はい、線があります感情、はい、線、えー、皆さんあると思いますこれない人はいないと思いますだって感情感情線なかったら人間じゃないよ <laughs>、ね、感情だからね <laughs> はい、あの知能線がね短い人はいます。本当にねここにねピッて出てるだけの人。はいえー、私バカみたいな人をねび,びっくりする人いるんですけど知能線ほとんどないねとか言ったらねあそういう人はね直感型です。ほとんんんんんどどどどど思考しないでどん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  ね、そういういい人もいます中にはね,本当にねこの人差し指と中指のこの辺にピッて出てるだけの知能線もいるんですけどですからあの長さはね感情線の方も感情線皆さんあると思うんですけど長さは皆さん様々だと思うんですけどモテる人の感情線言いますね今日ね基本線のねモテ、はい、る人は何といっても感情線が長い人ですしかもしかもね感情線がこの人差し指と中指の 間に向かってこの辺に向かってね上昇してるの,あの大栓にも上昇してるの分かりますかこれねっ感情線が私感情線の視線もたくさんあるんですけどねえー、最終の到達してる地点が中指と人差し指の真ん中辺りまでグーって伸びてたらグーですおいいね <laughs> はいこの人は すごくあの愛情深い人なんですけど愛情深い人なんですけどちょっと面白い話しますね長いんだけど人差し指のここここに到達してる人いるんですよ長すぎて分かりますかちょっとねあの上昇系がね少なくてむしろ人差し指のこの付け根辺りまでいってる人 えその人は長いからいいんじゃないかと言この人ちょっと要注意なんですはいあのねこの人は、えー、すごくここ「木星球」って言いましてリーダーとか、ね、それから指導力とか権威権力表すところなんですよそこに感情がいってるっていうことはワンマンなんですね <laughs> わかりますね違い そうじゃなくてこの「土星球」という中指の下これは自分自自分身をすする忍耐力力とか自制力の場所なんで,す、ね、で人差し指はさっき言ったようにリーダーとか権力志向とかっていうすごいリーダーリーダー的でもいいんだけどもちょっと間違うとすごいワンマンになっちゃうその間ですかバランス取れてるわけ。 わかりますすねバランス取れてるんですよつまり自分のこともすごく頑張れるけども他人に対してもすごく気を遣って感情を向けられる人、ね、愛情深い人ということになります。ですからこれを持っている女性の方がいらっしゃったら男性は逃さないでくださいね。良妻健母感情線と言いますはい。 えー、旦那さんのこともちゃんと見てあげるし子供のことも見てあげるし自分のこともちゃんとあの、ね、コントロールできるっていうねいい意味わかりますねはい OK でしょうかはいさあそれで最後5つ目いきましょうはいはいこれもやっぱり外せないんです5つ目もうこれはもう究極です薬指の下の縦線何でした太陽線でしたよね太陽球のところ どの場所から出発しても薬指の下に集まっている線を太陽線と言います。で、大仙人は自力太陽線もあります。自力運命線もありますけどね。海運線。自力太陽線も海運線です。もちろん、ね、自分の能力を使って、ね、まあ、あの、太陽線ですから、仕事、人気、金運です。ですから、 自分の自力で仕事を起こして、そして、ね、人気とお金を得ていくっていう線になるのが自力対応線なんですけど、今日はそっちじゃありません。ね、今日紹介したいのは、その名もセレブ線です。セレブ。はい。対応線が感、今さ説明しました、感情線からピッと上に立ってる人、グーです。 先ほど言いましたように感情線は50歳以降を表していると太陽,線から太陽線は50歳以降です。運命線はちょっと上上がっているでしょう。だから55歳。太陽線は50歳だと思ってください。太陽線が感情線の上からピッと立っている人、50歳以降、めちゃくちゃモテてます。人気者です。OK ですね。スタッフさんあるね。よかったね。<laughs> はい、ところが、その下に知能線が走っていると思います。知能線。 ね、知能線はい知能線まで太陽線達してたらねええー、これがこれがねええー、純セレブ線と言います惜しいええー、知能線は、えー、太陽線の場合は30歳以降を表してます30歳以降モテてる人はいで純粋セレブはどういう方向にその最終のね この下の起点があってもこの頭脳感情線と頭脳線を突き抜けて下にある人大仙人見てくださいねはいこれをセレブ線といいますドドンねえー、もうあのー、セレブですからはいえー 分かりますねつまり留年法でいうと20代あたりからもう少なくとも人気があってえー、すごくねえー、周りに人が集まっている人なんですもし20代の人でその手があったらすごいですすごいですでもなくてもなくても ね、えまだまだ先長いですからねえ今ご自分の年齢数えてくださいねそれで大仙人のこの話聞いて是非ねあの本当に先ほども何回も言いますけど自分の心のね状態とそして運命線太陽線というのは特に右手は変わっていきますもし皆さんの右手が利き手だったらねそれでどん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 変化していきますからね自分の 考えとそして行動を前向きにしていってどん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 積極的にね自分のやりたいことを本当にやっていきましょうそしてなんといっても左手は潜在的な能力の手ですから左手はマジックペンで金色のね市販している1本ね多分ね200円ぐらいで売ってたと思うんですけどゴリゴリゴリとセレブ戦書いちゃってくださいねはいそしたら右手にも同じように表れていきますはいというわけで今日も えハッピーラッキーミラクル開運の手相のお話第8回ざいましたはいありがとうございましたそれでは大仙人の、えー、個人宇宙波動研究所のおーホームページ私のテーマソングに乗ってご紹介いたしますアメリカン大札のベストデイズオブマイライフですだからこの歌を選んでるのもベストデイズオブマイライフですからね毎日毎日ベストの日だよっねっ そういうふうにね生きてるのが一番開運するんですよということですさあ、えー、明日ですえりっちゃんとウェルシ投資塾のセミナーをやりますはい明日8月21日土曜日ですねはいはいえー、ぜひぜひえ江戸川橋えー、午後1時ですけども ぜひぜひね、特にね、あのー、やっぱりね、手相のお話聞いていただいて分かるんですけど、ね、どん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 やっぱりこう、ね、チャレンジしていただく方、ね、気持ちが前向きになってね、いろんな新しいことは私やったな、やったことないから分からないって、みんな最初初、心者なんですよ。みんなな最初は初初はは心心者者ででですいそのねありながら だんだん,だんだん、もし皆さんがその自分自身の、ね、経験を、ね、さらに自分の財産として積み上げていけたら成功間違いなしです。はい、さあそして高次元宇宙波動研究所、はいえー、こちらではです、ねえー、波動の世界のお話スピリチュアルな波動機器を今日もご紹介しましょうメタトロンセラピーです。メタトロン波動調整セラピーですね。 はいえー、今おすすめしてますのは5000円のお試しコースですだいたい20分ぐらいで終わりますけどねでもね皆さんびっくりするんですよ最初のね5分10分で皆さんの900箇所の、えー、体ね全部箇所を不都合なところないかを波動測定していきますちょっと下の方行っていただけますかすみませんはいここですねお試しコースです20分5000円、まあ、人によってはね逆にね 自動的にこの波動測定でちょっとその波動的によろしくないというところがね出てくる人は逆に時間かかっちゃうんですよ。どん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 この問題なければ次にどん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 行きますからね波動測定でね悪いところどん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 深掘りしてそれで発見していっちゃうんで。 人によってはね、お試しコースでもね、40分から50分かかる人もいるんですけど、まあ、普通の人は大体20分ぐらいで終了します。で、セラピーをするんですね、セラピーを。で、ここよく聞いていただきたいんですけど、まあね、あのやっぱり、新型コロナウイルス、やっぱりね、外出するの気になるなという方いらっしゃると思うんですよ、えー。そういう方はね、あの写真で遠隔で、後継になることができます。で、特にね、やっぱりね、今、体調、ね、巣ごもりで、えー、自宅で、いろいろね、 えー、オンラインでですね、仕事してる人も多いかと思いますんで、えーご,人のね、ご自分のね、体調をちょっと一回チェックしてみようかということもね、全然ありですからね、はい、あの病気が云々んじゃなくて、未了っていう考え方ですよね。できるだけ早く、波動というレベルというのは皆さんの心のレベルですからね、のここのレベルが本当に病を引き起こしていくんだということが本当に体験できます、これ。えー、全部ね、その波動によって、あのー、ね、 えー、頭のてっぺんからつま先まで全部振動数という波動でできているので皆さんの内臓であろうが血管であろうが神経であろうが全部波動測定しちゃいますよという驚きの波動測定器しかもそれをセラピーしてしまうそのセラピーの理屈は本当にちょっと、ね、波動の世界を勉強していただくとねだんだん分かるようになってくるんですけど、まあ、ここではちょっと時間がありませんので活躍させています OK になときに なぜセラピーできるのかっていうのをね、えー、説明をさせていただくと思います、はい、というわけで今日もホームページを紹介させていただきましたはい後半の方はですねもう 5,、えー、5分少々になってしまいましたが今日はですね皆さんに一つ少しね、えー、新しいお知らせをしていきましょう新しい大潜入の、ね、仕事ということで、えー、実はですね、えー、9月にちょっとね写真が薄くて分かりにくいんですけど航空ジェル 航空ケアジェルっていうのをね発売します。こういうねパッケージになって発売します。9月からです。はい。こういうパッケージになってね出てきます。これねあの、全部自然物、自然物ですね。こういうあの、皆さんね、歯磨き粉を使われていると思うんですけどね、えー、まあ、残念ながらの真実としては、1本ね、300円とか400円の歯磨き粉、まあ、ほとんど残念ながらね、えー、合成化合物ばっかりです。はい。 えー、体にはよろしくない,い,い成分ばっかりです。はい、えー。やっぱりね、天然のもの、ね、まあ、いわゆるこれ、中国の漢方と言ったりしますけどね、漢方だけでできている、はっきり言ったら、歯磨き粉を販売しますよということなんです。ただし、すごく成分が、あのね、すごくね、 えー、高価なものをいっぱい入れてるんで、えー、10倍ぐらいします普通の歯磨きこのねでもね皆さんね,あのね一生やっぱりね自分の歯とお付き合いしたいですね自分の磁場とね、はい、ですから、えー、お高いちょっとね、えー、セレブの方用に作ったわけではないですけど、えー、ぜひ皆さんにも使っていただきたいですねだって日本人でこれ多分ねこのイワンチューブで多分ねちょっと3000近くしちゃうんですけど えー、本当にね、あのこの効果は抜群です。口、は、臭、い、予防、あのね、効くって言えないんですよ、ね、だから口腔ケアっていう言い方しかないんですけどね、歯周病、えー、それから口、ね、臭ケア、それからドライマウスにも効いちゃうっていうね、抜群の漢方薬の口腔ジェルを発売します。 で興味ある方、試供品のねねこんな、ね、小さいやつが、はい、小さいやつがありますんで、ぜひ、ね、あの大仙人のオフィス来てください。明日はセミナーで、あさってが株式勉強会とコイン勉強会やりますんで、えー、現場に来ていただいている方には試供品をお渡ししますから、これねプレゼントしますからね。はい はい、それでは残り時間ですね、えー、今日も株のお話し,したいと思います、はいえー。実は今週ですね、日本の株すごく下がりました。はいえーね、これね、前から言ってます、はいえー、もうこれね、仕掛けられてるんですね、き、はいえー、今日もです、ね、この株完全ガイド、ベストワーストっていう、ね、この雑誌、もうそろそろこれも、えー、新しい号が、ね、出ると思うんですけど、 あのー、本当にね日本のこれからの未来を担うその新しい技術が目白押しなんです。で今ね医療関連の僕もお話ししましたけどね、はい、実はあの某を一部上場企業の、ね、皆さんもよくご存知の昔写真のねフィルムをやってた会社があるんであ皆さんあ,あれかって思われると思うんですけどね。 あそこの会社を筆頭にですねあそこだけじゃないですよもちろんねで、えー、日本の再生医療技術というのはですね実は、えー、最先端を言っていることが分かっておりますはいあのもちろんねこう各国が血眼になって、えー、この医療技術をですね一生懸命ねえー、最新のものに進めていくっていうことは特に最新の 医医療療というのは再生医療ですね、えー、万能細胞といったり iPS 細胞といったり ES 細胞といったりねつまり若返りをしていく、ねえー、そして臓器もそのまま取っかえちゃうみたいなね移植じゃなくて万能細胞を移植して新しい臓器に作り替えちゃうっていう技術なんですよね、はい、もうそれをその技術があのねなぜね欧米が焦ってるかというと。 残念ながら今の医薬業界というのは皆さんね皆さん石油化学製品飲んでるんですよ。せね、自然物以外というのは全部石油でできてるんですよ。ですからどんな薬もね痛み止めであろうが風邪薬であろうがね、えー、それから胃腸薬であろうが全部石油です皆さん飲んでるのは石油。ねええー、と思われるかもしれないけど。 ね、そういう不都合な真実はみんな隠してるのそうやって薬を開発してるっていうのは欧米のね医薬品メーカーですですから日本が新しい医療技術の最先端を言ってるっていうのは紛れもない事実なんですつまり誤解しないでくださいね アメリカの製薬業界が出してくる新しい技術というのは新型コロナウイルスのワクチンと同じレベルです。信じる信じないはあなた次第ですけどもねそ、そこに新しい医療技術の正解はありません。そして日本がこれから開発する新しい医療技術等々もこれからどんどん出てきます。特にね、今年9月以降、来週8月23日月曜日ですね、私ゴルフやってますけど、その日から。 日本市場も注目してください。爆上がりします、はい。というわけでお時間が来ました。ハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム。えー、今週もこの辺でお別れです。それではまた来週お会いいたしましょう。